どうもー、ハギカルでーす。今日は初めて毎日メイクを撮りましたー。イエーイ。今日はね、ピンクの髪の毛の日なので、それに合わせてメイクをしたので、よかったら最後まで見てくださいねー。じゃあ、いってらっしゃい。早速やっていきまーす。ウォー、コンタクトつけていきます。今日はピンクのね、リップをかぶりたいけん、カラコンやったらコスプレっぽくなるけん、なんかちょっと普通のコンタクトでやらせていただく。よいしょ。まずね、メイクをする前に絶対これをやった方が私はいいと思います。どっち、これトナーパッド、まあ、正直何でもいいと思うけど、トナーパッドはナンバーズインのやつを使ってます。ポン。匂いは薬っぽい。保湿できればいいって感じ、正直トナーパッドは。化粧のりが全然違うけん。で、これも本当に何でもいい、何でもいいわけないけど、何でもいいの。とりあえず保湿してくださいの実感やけど、何でもいいんやけど、一生口入れが荒れ続けたんや最近。鹿が入ったやつが炎症を抑えるのではないかと希望を持って使ってます。早速入るよ、下地に。いや、もうこれもう下地難民の人、これもう定番やん。ポール&ジョーは定番やけんこそ、何、手を出さんかったみたいなあるあるではないでしょうか。アットコスメに行ったらね、なんか手に乗せてみたよね、その時に。ちょっと待って、これ最強すぎじゃないってなって、とりあえずちょっと小さいバージョンを初めて買ってみた。とりあえず SPF が50であることが絶対条件であったわけ。それはもうその日焼け止め塗って、それから下地塗ってっていう作業がもう本当にめんどくさいんで、毎日メイクなので。カルコ、うわ、綺麗ね。ほら、私はファンデーションは苦手みんなので、コンシーラーします。次はディオールのスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの何番、これ何番ですか。あ、これこのオンってやつかな。え、このクマ、この辺に塗ります。クマにこんぐらい塗って、ちょっとこの鼻のこの辺に塗る。で、これね、アンシブラシの、あ、これ何色だったっけ、多分ね、ハイライト用のブラシなんやけど、なんかコンシーラーを伸ばすに絶妙にちょうどよかったんで、それ用に最近使ってます。でも結構伸びたの、しっかり。なんか今日すごい調子いいです。これね、&B、なんか汚い。アンドビーのスポンジに、ね、もうなんか一生なくならんけん使いよる、マックのプレッププライムクイックスピンクライト。これね、化粧持ちも良くなる的な感じやと思うけん、なんとなく。そう、パウダーでーす。コスデコのフェイスパウダー00パフついてるやん。パフは密着したいところに使うということなので、鼻やっぱ落ちやすいんで密着させる。ここからティトンで、これもアンシブラシのアンシ140140どちらかです。これをはい、出て出て、眉毛とか目とかね、この辺とかもやるかな。最近の気分じゃないんで、テカリはちょいマットみたいなが、ちょっと好みなんで、この辺を押さえます。あ、でこもブラシでやった方がなんか薄付きっていうか、なんかふわっとつく感じ、ちょうどいい、ちょうどよく広がる。なんかこの辺とかの周りとかはブラシでやっております。
じゃ眉毛入るよ。最近の眉毛の悩みを聞いてください。私はね、その脱毛症で頭の毛が抜けて、最初らへんに眉毛もね、もともと薄かったんやけど、眉毛はさらにちょっと薄くなったんで、アートメイクをしたんね。で、今なんか地眉毛が生えてきて、アートメイクと眉毛のバランスがなんか絶妙に合わなくなってきて、今それがすごい悩みです。っていうことで、毛を整えて、毛を整えるのは何でもいいです。眉毛はセザンヌの極とか書いてある、超細心細心日差しみたいな見方やる細心ほんとこれアートメイクする人気をつけた方がいいと思うやけど、なんか海外風眉毛みたいなのにハマっとる時期やったん、ちょうど私はそれで一周行くんだみたいな海外風で太眉の結構山がある感じ、わかる、このここもう今全然山欲しくないよね、気分としてはこの山をなくすために穴を打っていくんですけど、頬をこうちょっと優しめになるようにこの下追加します。この先頭が細いときつい印象になるらしいけん、目頭もなるべく後ろと形が同じぐらいになるように。俺けん極細がいいよね、このぐらいので。ようやく来ました、アイシャドウ、ルナソルアイカラーレーション15です。とりあえず最近のブームは上まぶた、上まぶたは薄めで、下の涙袋に命をかけるみたいな感じで、これもう塗ったかどうかほぼわかんないみたいな。これだけじゃさすがに足りんのよ。ちょうど良かったのがね、このラカのジャストアイパレット05ルータスです。これこの色探してください。もしこのラカのやつが売ってなかったら、この色すごい使いやすいです。これを二重線のちょいはみでみたいな、奥二重やけん消えるんよ。開いた時も全部まぶたに持ってかれるけん、開いた時にちょっと見えるなぐらいまで、ここら辺まで塗ります。なんか見えとる、これ塗っとう感じが、若干が大事。ギャルっぽくなるんよね。ギャルっていうかヤンキーやね。ヤンキーっぽくなるけん、あんまがっしゃりやると、私の場合だけん、なるべくナチュラルでやっていきたい。ピンクやけんこそ、これ塗ります。これはまあ二重線ぐらい。最近はこっち目頭をちょっと追加、下の目尻もちょっとやります。こんぐらい。シピシピのポイントコンシーラーライトベージュ、これ涙袋用のコンシーラーなんね。これがすごいやっぱ良くて、涙袋命かけてなかったんやけど、うちの方が合っとるんやっていうのに気づいて、涙袋に命を宿し始めました。命を宿したとかけたんじゃなくて、はい、宿した宿したのはいいんやけど、若干なんか私はもうちょっとぼかしたいみたいな状態になるけん、そこでぼかしの必殺リクションザアイシャドウマット 021M を使って、あ、この色です、見せたか。この色を自然にね、なんか描いてますみたいな涙袋はあんまり好きじゃないけん、これでぼかす。ポン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 。これ涙袋の影にすごいちょうどいいので、ね。で、ここで登場、この可愛いラメを伝えたいルナソルの、あ、これも2つ使っていきます。ちょっとゴールドの方を涙袋に使おうかなって思います。描きます。チョンみたいな、これがね可愛くて、涙袋に使うのが最近のブームです。で、
さっきの上にあった白っぽいラメを目頭のここに、はぁー、でね、アイラインを引きます。最近まつげパーマをしたからさ、このアイライン描くときが非常に描きづらい。次まつげパーマやるときはちょっと根元からじゃなくて、横向いたときにちゃんとくるんってね、なるぐらいにオーダーしようかなって思ってます。なんやろ、なんかまぶたが重いせいでもう張り付くよね、まぶたに。どう考えたら最近はここの目頭にも目がはっきり見えるようにちょっと追加してます。はい、マスカラはルム&の HA フィックスマスカラの02番。なんかちょうどいいぐらいのブラウン、なんか赤茶じゃないブラウンがすごいいいなって思って、こう赤茶感あるとちょっとさ浮いて見える時があるけん、これはほんとどんなメイクでも合う良い茶色で、またそのほらまつげパーマあるある、トレカ系の時のマスカラの塗りにくさったら、でもビューラーは線でいいけんね、すごい楽よ。ほい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 しょ。ではハイライト、ヒンスのクリアのやつです。これをちょってこの鼻先と この中間と唇が薄いけんさ、唇の上、あんまなんか夏やけんテカリみたいに見えるけん塗りすぎると、もしかしたらパウダーのハイライトの方がいいかもしれん。ちょっと今うちにはこのハイライトしかないけん、うん、冬の方がおすすめかな。で、チークはラカのブリキュアみたいな、ブリキュエみたいなやつ。いや、かわいいです。万能ピンク。ちょっとほんのりとつけて、いいんじゃないの。仕上げにリップ。シャネルの、シャネルちゃんの116。こんな色です。同じ色。結局、粘膜色的な色を選びがちやね。だからその変に濃すぎても、浮くんよね、唇が。やっぱパン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 ぐらい。あ、いいね。のぐらいの色味を。めちゃめちゃ使いやすいでございます。いけたんじゃないでしょうか。じゃあ、かぶっていきたいと思います。はい、完成しました。どうですか？ネジコっていうピックのブランドをやらせていただいてるんですけど、こちらの新しい髪型が出たので。かぶってみました。ボーピンクが被るだけでね、華やかさが出る髪型なので、このぐらいのナチュラルな仕上がりにしました。メイクはこのなんかない状態やとちょっと下でぐらいな感じやけど、こう被ったら意外とね馴染むよね。参考になったら嬉しいです。高評価、チャンネル登録お願いします。アギカノでした。